金とこ。皆さんこんにちは、ちちとこキャンプの山健です。こんにちは、聖太郎です。この日は2022年11月7日平日の月曜日、息子と二人でキャンプに行ってきました。東京の細い道を抜けて出勤される方々を横目に、僕たちは紅葉と富士山を求めて初台から高速に乗っていきました。最近は長野県の戸隠や富山県の浜黒、そして前回の日光の勝負ヶ浜と僕が行きたいキャンプ場ばかり行っていましたので、今回は息子の希望で遊具のたくさんあるキャンプ場を予約してきました。遊ぶところがいっぱいありました。ちなみにこの行きの高速の時に、談合坂あたりで前の車が車線変更した時に石が飛んできてガラスにひびが入ってしまいました。夏にもフロントガラスを交換したばかりだったのでとても残念です。ミニクーパーは飛び石被害多いようです。なんてことを話しているうちに、こちらよく見慣れたふもとっぱらの入り口が出てきましたが、こちらは通過してそのすぐ先にある今回のキャンプ場にナビ通りに到着しました。しかしキャンプ場入り口は施錠されていて、まずは国道側にある受付のある施設へと向かいます。こちらの受付はドライブインもち屋という場所の中にありました。道の駅的な売店やレストランなどが併設された施設でした。こちらで受付を済ませて、いよいよキャンプ場へ向かいます。では早速こちらを出発します。ぐるっと回る形になりますが、先ほど間違えてきてしまったこちらのキャンプ場入り口、こちらの鍵を教えてもらった暗証番号で解除をして、そして中に入ります。もちろん鍵は閉め直します。ということでこちら朝霧高原もち屋キャンプ場に到着しました。車を止めてフリーサイトを見学してみました。こちらは遊具が本当にたくさんあるキャンプ場、また富士山もこのように大きく見えます。どこにテントを張るかうろうろと探していたんですが、目の前にこれだけ遊具があったら息子は遊びたくなっちゃいますよね。楽しい遊び場がいっぱいありました。せーの、大丈夫だよ。あー、ここ揺される。それにしても園内紅葉がとても美しかったです。こちらのオートサイトに貼ってもいいですよということでしたが、こちらはちょっと狭くて景観もあまり良くありませんでした、ね、これはひどい。ここで焚き火しちゃった人いるね。芝生が丸焦げでした。ここにしようかな。なんか遊具の真下はさすがにやめてくださいって言われたけど、多分ここもキャンプしていいエリアだから、ちょっと離れたぐらいが富士山綺麗だし。すいません、なんか遊具の下ダメって言われたんですけど、ここら辺はいいんですかね。あるんですか。この近くだとトイレってあります。トイレはね、そこの駐車場の下にあります。あ、ちょっと下。あ、わかりました、はい、ありがとうございます。すいません。スタッフの方に確認したところ、この場所でキャンプして大丈夫ということだったのでこちらにします。黒の台車を僕が選びました。ちなみにこの日宿泊のキャンプは僕たちだけでしたので、貸し切りということでどこに貼ってもいいですよということでした。おー、重たい。遊具の真下とかでなければいいということだったので、僕たちが張ったところも遊具に近くて、また炊事場にも近く富士山が見えるということでこちらにしましたが、何より車に近かったのがすごく良かったです。僕は一人でテーブルを組み立てました。この日のテントはリビングシェル、多分1年ぶりの登場になるかと思います。結露対策でシールドルーフ取り付けたかったんですが、背の低い僕には届かなかったのでこうやって倒して装着してみました。ポールに少し負担かかりそうなのであまりおすすめできませんが、脚立がない時にはこのやり方も有効かもしれません。次はポールを立てるお手伝いをしました。息子は椅子を途中までしかできませんが、ここまでやってくれるだけでもとても助かります。台車だんだんめんどくさくなって手で運んでいますが、まあ、この距離だったら問題なかったですね。この日はお座敷スタイルにしました。僕は恐竜のブロックを作りました。僕も今回このようなことを試してみたかったのでちょっと挑戦してみましたが、これが結構大当たりだったと思っています。スノーピークの IGTテーブル購入を迷っていましたが、今持ってるスームルームのこのアルミのテーブルに穴を開けて、このようにバーナーを装着すると IGT 化ができたような気がします。クッカー並べてみると雰囲気が出てきました。ちょっとマルチグリドルだとちょっと大きさはないんですが、このようにクッカー2つとかだったら並べて使うこともできます。もちろん見た目も機能性も本家にはかないませんが、今回これでキャンプしてみましたがすごく使いやすかったです。ということで新しく解いたこちらお酒マングラスで1本目いただきます。
やはり車載の関係とあと割れ物というところもあってなかなか持ってくるのに躊躇するところあるんですが、グラスで飲むビール美味しいです。このテープがキャンプ利用者の印ということで息子と仲良く装着しました。このテープチクチクしてて痛かったです。一度幕を閉めてまた場内遊びに行きたいと思います。こちらの場内のシンボルになっている巨大な木馬、滑り台なんですが、一番上は展望台になっています。10歳以下はやっちゃいけないんだって、残念。残念ながら10歳以下は登ることができませんでしたが、滑り台はこの階段から登ってやることができました。それ以外にもたくさんの滑り台や遊具がありました。息子は最初結構怖がっていましたが、どんどんやっていくうちに慣れて楽しくなっていくようでした。俺も大学は一緒に。まずギューして抱っこしてな、抱っこ、違う。ここら辺のアスレチックは息子には少し難易度が高かったような気がします。レストランにやってきました。生ビールがあるのかなと思ってきたんですが、なかったのもあって我々は売店で好きなものを買ってサイトに戻って食べることにしました。さてということでお昼ご飯いただきます。焼きそばと唐揚げと梅のおにぎり美味しかったです。すいません、いただきます。2本目です。2本目、あ、パター、1個目。2杯目いただきます。このグラスは3号缶がぴったし1本分入るグラスになっています。ちょっと肌寒くなったので長袖を着てまた遊びに出ました。こちらのキャンプ場チェックインが朝9時からということで、僕らも10時に到着したんですが、このようにお昼ご飯の前後に思い切り遊ぶことができる子連れにとってはとてもありがたいキャンプ場となっています。天気が良くて気持ちよかったです。結構難易度高めのアスレチック多かったので、親は必ずついていないといけないと思います。僕はできないのがいっぱいあって、できるのもいっぱいありました。もうちょっと大きい子の方が楽しいかもしれないですね。なんかちっちゃい子が遊ぶ室内遊び場で。で、小さい子向けはこのような室内の遊具スペースもありました。雨の日なんかもここで遊べるのでいいと思います。これなんかはかなり年季が入っている遊具でしたけど、昔公園とかで見かけたようなやつですかね。最近の公園にはあまりないので、息子は興味津々でした。逆に近くの公園にあるようなこのようなコンビネーション遊具もありました。幅広いお子さんが楽しむことができるキャンプ場だと思います。まるで公園でキャンプをしているかのような、そんな素敵なところでした。思いっきり走り回って息子も楽しそうでした。できてるよ、すごいすごい、そうだよ、できてるよ。ちょっとサンダルっていうところが心配ですね。これね、スニーカーでやらせればよかったですけど、まあできないところはだいぶ手伝ってあげました。これはちょっとしんどいんですけど、これ親が2人いたらだいぶ楽だと思うんですけど、こっちで引っ張ってあげて、まずは反動であちらまで行かせて、で途中で止まっちゃうんで、今度また反対側の階段登って引っ張ってあげるという遊具ですね。結構力がいると思います。あー疲れた。かなりたくさんの遊具があって、親も子も汗だく泥だらけになるかと思いますが、キャンプ利用者はシャワールーム何度でも無料で使えるということでした。すごくその点もありがたいと思います。大丈夫。こちらはドッグランになっていました。このドッグランのすぐ脇にもテント張っていいということだったので、犬連れの方でも楽しめると思います。いや、紅葉ベストシーズンに行けたと思います。トイレに行ったのでちょっとトイレの紹介を。女性用の方は入り口分かりやすいんですが、男性用は裏の細い道を通ってこちら入ります。和式ばかりでちょっと心配でしたが、真ん中だけはウォシュレット付きの洋式でした。本当に素晴らしいキャンプ場でした。この季節ですと紅葉も楽しめますし、富士山も目の前に大きく現れてくれます。子どもの遊具もたくさんあって、レストランや売店も近くにあります。またコンビニもすぐ近くにありました。勝負ヶ浜で買った薪がいっぱいあるから、あの勝負ヶ浜よいしょ。
前回の勝負ヶ浜で購入した薪が残っていたので、それを使って焚き火をします。あの時は僕の不注意で袖を焦がしてしまいましたが、今回はワークマンの難燃性のジャケットを上に羽織ることにしました。3本目でしたかね。乾杯。ほら赤富士になったよ。富士山は赤く染まっています。この日は道志方面など紅葉キャンプを楽しむにはすごくいいと聞いていたので少し迷ったんですが、やはり子供優先でこのキャンプ場に来てみて僕としてもとても良かったです。天気に恵まれたこの日のキャンプ、寒すぎることもなく焚き火が心地よくて最高の時間を過ごすことができました。焚き火気持ちよかったです。ちょっとご飯作るね。ということで長くなってしまいましたが、今回は前後半の動画にしたいと思います。この後キャンプ飯をガンガン作るのですが、ご覧の通り中華三昧のキャンプをしました。一本にまとめた方がいいのか前後半にした方がいいのか、もしよかったらコメントいただけるとすごく嬉しいです。今回素敵な素材がたくさんありますので、後半の動画もお楽しみにしていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ちっとこキャンプ、ヤマケンでした。聖太郎でした。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。